はいどうも、楽しおしご飯の時間ですよ。今日はね、今日はこれです。これもしっかりすっごいいい香りがします。今日のこれはあれ映ってる、いわきネギそば塩焼きそば、いわきネギ麺塩焼きそばです。ありがとうございます。これももうはるか昔にいただいたやつ、すごい食べたくて今日だなって、もうすっごいいい香りがする。いただきます。人参ともちろんあのピーマンは、喉越しです。座れますよ。ちゃんとあっても座れます。ネギの香りがこれ焼いてる時もそうだったけど、人参もまた一緒にネギの香りがして、そして人参の味もして、贅沢だこりゃ。いや、よくね、人参だから人参の味するのは当たり前だろうとか、味がするってどういうことじゃとかさ、いろいろある。こうね、意見があるじゃないですか。はい、これね、これはいいな。ネギ練り込み米粉麺、ネギ練り込み米粉麺です。いろんなのがあるみたいですよ。白米麺、玄米麺、ほうれん草麺、玄米ワンタン、トマト麺とか、まあ、いろいろあるみたいです。これはネギ練り込み、豚肉なかったんで牛肉ソーセージにしました。美味しいわ。いわきのお米でできたことどういうことかなと思ったんですよ。これ見た時、米ってなんだろうなと思って、ネギなのにね、したあれでしたよ、米粉麺でした。なんか米粉麺って可愛いね。いいじゃないですか。この麺も蒸し焼きにする。水を 20cc 減らして蒸し焼き時間を3分にするとシコシコのしっかり食感に変わるって書いてあったんで、僕あのちゃんと測ったりとか、時間についてもあの cc についてもしないんで、まあ、ちゃんとはっきりしたことは言えませんけども、体感、これはその減らしたシコシコバージョンのやつです。大体この時間の感覚というのは当たりますよ。3分、5分、10分、もう結構当たられます。何の意味があるか分からないけど、今度やってみますか。あ、でもダメだな、それは認識してるかどうか判断つかないですもんね。皆さんにはこう、本当福島っていうのは
美味しいものいっぱいありますね。うんうん、まあ、福島だけじゃなくて日本全国ありますけど、福島はね今の美味しいものもう復活してますよっていうのをあれ結構やってますもんね。間違いなく美味しいです。福島また行きたいな。昔行ったことあるんですよ。前も話したかな。話したね、カレーの時とかね。あの常磐ハワイアンセンター名前が変わったやつ。味はビールに合いますよ。うん、ね、福島で一番印象的だった、僕がその時印象に残ってる食べ物あれかな、メヒカリ。メヒカリだね。あれ美味しかったな。メヒカリ美味しかった。まあ行く店によってでっかいのもいて小さいのもいてあれでしたけど、まあ、大きいのはこういう調理法、小さいのはこういう調理法っていうのがあるんでしょうね。まあ美味しくいただきました。しっかりまた食べたいね。行かないとね。このネギの香りいいわ。うん。ですがたくさん入ったもんで、ね、たくさん余ってました。もうあとちょっとしかないけど、今日のご飯いいご飯だな。これ何も入れないで、これ麺だけでやりたいな今度。これは確かに野菜入れるのもいいんですけど、肉とか入れるのもいいかもしれないですけどね。今日あの牛肉ソーセージだったから豚肉とかでもいいかもしれないですけど、これ麺だけで食べたいな。麺美味しいですね。よし、はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。